今回はいい場所でしょ、漂白者。約束通り、何でも教えるわ。単なる偶然よ。本来であれば、霊兵とフラクトシデスの取引を監視するだけの任務。私はそこに現れた都合のいい奴を利用したまで、人形倉庫を探すためにね。ただ、人形を連れて逃げ出そうとするとは思わなかった。まったく、遠視があんたに目をつけたのはその後。あの隠れ家に誘導してあんたを襲ったのは、そのためね。そう？手加減したつもりはなかったのだけど。遠視があんたの体を欲しがるわけね。残念だけど、それは無理ね。遠視曰く、理解できない力により記憶を封じられた、だそうよ。取り戻すどころか、記憶を除くだけで正気を失いそうになる、だとか。正直、少し不気味ね。今回みたいに、他の人のために戦って、負けて、それで記憶が封印されたのかしら。真実はともあれ、もっと自分の身を案じないと長生きできないわよ。杞憂だってことは分かっているわ。それでも私の助けが必要なら、私はこんなはぐれ者だけど、あんたには何か似たものを感じる。きっといつかこの出会いが私の支えになると信じてみようかしらね。でもいずれはこの孤独も受け入れなければいけない。遠視にはできなかったことよ。彼は私の両親を復活させて孤独を紛らわそうとした。その通りね。でも両親が死んだ後、この世に価値を見出せなくなった。私と同じように。そして治安署の情報を得るために私を順位に育て上げた。結局私は本物の順位になったけど、それと同時に彼の味方ではなくなった。私は裏切り者ね、彼にとって。もちろん私もその罪を擁護するつもりはない。でももしもっと早く彼の計画を阻止できていれば、全ては起こらなかった。私も夢を見ていたのかもしれない。みんなと同じ儚い夢を。もう一度両親と一から家族をやり直す、そんな確かで甘い夢。私はその夢が他人の犠牲で紡がれていると知っても、すぐに目を覚まそうとしなかった。それはあんたの一生懸命な姿に心を打たれた。どうしておこうかしら。遠視は闇に潜む影の一つに過ぎない。その裏にはさらに大きな影がうごめいている。だから真の黒幕を、この巨悪を破るまで私たちに休む暇はないわ。もちろん今さら後に引けるとでも思った？そうね、
私の正体も知られてしまったことだし、すべて忘れてもらわないとね。冗談よ。でもあんたのおかげで多くの命が救われた。あんただったら本当に信じられるのかもしれない。どうだろうね。それとありがとう。こんな私を最後まで信じてくれて。それじゃ、次はどんな形で会えるか楽しみにしてて、漂白者さん。